35名ぐらいいらっしゃるんですけど、一人暮らしの方います？3分の1ぐらいですね。はい、どうぞ手を下ろしてください。ね、一人暮らしの方ではなくてですね、これはやっぱり誰でもやっぱり春を迎えていろいろこう変化がね出てくると思うんですけども、あとのこの御本部も敷地も大変広くてですね、春になるとまた夏に向けてですね、いろいろやっぱり大変になってきます。ということをね、方に伝えているというね、話がありました。先日私もこのラジオで聞かせていただいてね、ああ、いい話だなということで、皆さんにお伝えさせていただきました。共産主義は崩壊して、そしてその中で内乱が起こると、内乱が起こって特にウクライナが危ないと、そこで戦争が起こった時に世界が大変なことになると。ロシアね、ウクライナで戦争してますね、それも深い歴史があります。だから戦争が起こるんです。その本当の一番初めのそのね、目をしっかり私たちは向けていくっていうことが